動き出した。おはようございます。動き出した。いやきついね。本当に明らかにしーちゃんじゃないでしょ、これ。違う、サポートのみんなが元気にやってくれてますよ。本当に何やってるんですか。僕はその元気はありません。面白いな。いやスタートしてですね、うん、900キロを超えてきました。すごいですね。昨日はですね1日で110キロ走りまして、相当きつかったんですね。すごい。現在、ね、私がいるのはですね、福岡市の明の浜駅まで1430円で帰れる伊万里駅に来ております。はい。もうとにかくね、昨日も日差しが強かったんですが、もう今日も朝から日差しがとっても強いです。あのね、ものすごく日焼けしてます。もう見せますけど、すぐわかると思いますよ。ほら、どうでしょう。あ、ここわかるでしょう。わかるわ。それでもわかるわ。それいらないね、しーちゃん。ただね、あまりよくわからなかった。いや、わかった。ちょっと、あの、坂本 D がですね、ガードせずに走ってるんで、これはすごいでしょう。坂本さん、ねえ、まあこれぐらいね、ちょっとピースとかはいりませんよ、ピースとかは。本当に。でもね、今回謎食だけの旅なんですけれども、スタートしてすぐはですね、謎食だけと言われると本当に不安でした。でも、900キロ走ってきて思います。多くの差し入れをね、いただいてね、本当に僕、助かっております。僕がいる情報を、Facebook で探していただいて、追いかけてきてくれる方もいらっしゃいます。応援メッセージもいっぱいいただいてます。本当にね、助かっております。そして今朝もですね、その中の一つの差し入れこちらですね。なんだろう、刺身こんにゃくです。こちらをね差し入れていただきましたんで、賞味期限があったんで今日まで取っておりました。はい、私これをいただきたいと思います。酢味噌を食べつけてね。そうそうそう、まあ本来こんな食べ方はしないと思うんですけれども、すいません、ご好意をありがたくいただきます。旅先なので許してください。おいしい。あ、おいしい。この食感がたまらないね。生きて皆さん、多くの皆さん、僕しっかり生きてます。よかった。頑張ったね、しーちゃん。本当に負けないで。ありがとうございます。